すっつ町の無職井上沙織被告は今年3月、江別市ののっぽろ森林公園の駐車場で車にレン,ンの火を燃え移らせ、女子大生と女子高校生を喪死させ自殺を報助した罪に問われています。これまで検察側は、自身のみ車内から脱出した行動は身勝手などとして懲役3年を休刑していました。 きょうの判決で札幌地裁の梶間邦人裁判官は2人の尊というとう命が奪われたことは重大としながらも家族と疎遠になり暴力を受けて悲観的になるなど同情すべき点もあるなどとして井上被告に懲役3年保護観察付き執行猶予4年を言い渡しました。